はい、こんにちは。社会保険労務士の曽我です。今日は一番もらい忘れの多い年金、障害年金、これについて簡単に説明したいと思います。障害年金というとこう手がない、足がない、目が見えないね、これだけだと思っている方多いんですね。ところが障害年金は病気なら何でもいいんです。ただし重ければ。で、私の関係ではペースメーカー、心臓でペースメーカー5年遡って、受給した人もいます。だから年間100万ですから合計500万ですよ。それから人工肛門でも障害年金もらった。これまでお医者さんも知らなかったということでね。あとね、障害年金と障害者手帳関係あるんじゃないか。これ関係ないんですね。だから障害者手帳発行部数がね515万も発行されてるのに、障害年金もらってる人はたった220万なんですよ。だからかなりね、障害年金漏れてる方が多いと思います。ですから私としてはね、障害年金もしかしたら、もしかしたら思ったら気楽に私の方に相談していただければと思います。よろしくお願いします。